ああ。<No. S 2> no. はい皆さんこんにちはえー、っとこの前ちょっとおいつかなこれ日経新聞のねえー、っとデジタル版見てたらですね、えー、デジカメ20年、ま、2020年ですけど世界出荷42%減と一丸をミラーレスが抜くっていう記事がありましたでねえー、っとまあ最初まあ全部読むつもりはないんですけどあの興味深いことがあって 機種別、要は一眼レフとミラーレスとまあ2つに対別したときにですね、えー、まあ全体としてそのー、ね、42%カメラの出荷、デジカメラの出荷減なんですけど、世界的に見て、えー、とミラーレスが、ね、26%かなの減なんですよで、ね。一眼レフがなんと47%、約半分ぐらい落ちてるんですね。まあ基本的なの コロナの影響で、えー、カメラの出荷が落ちたっていうふうに分析、まあなんでコロナ、まあ外出ないからですかね、<laughs> みんなね、外出なくなっちゃって、えーえー、だと思うんですけど、まあ基本的にはね、あのもう数年前からあのスマホのカメラに侵食されてカメラの出荷台数でどん,どん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 落ちてますけど、去年は特にコロナに、えー、またね、ダブルパンチになって、 追い打ちかかって、そうなったらしいですが、まあ、いずれにしてもね、あのミラーレスはあんまり落ちて、てままあんまりっていうかね、一眼レフが47%減に対して26%減ですからね、ミラーレス。ということで、初めてついにミラーレスの方が、年間出荷台数がですね、一眼レフを上回ったというのが、去年のデジカメの販売の中身だったそうです。これは全世界ですよ、全世界。で、うんとね、 シェアでいうと、まあ、これテクノシステムリサーチっていうところの出展なんですけど、えー、去年の1、9月ですね、で、えー、見たときのメーカー別の周囲が、ソニーがね、35.2%かな、これ。で、キャノンがね、第2位で30.2%なんですよ。やっぱキャノン強いですね、なんだかんだ言ってね。えー、で、フジフィルムがですね、12.1%、第3位です。 でその下がオリンパスが8%で、えー、さらにその下ニコンが7.5%パナソニックが7%と、まあ、こんな形で我が富士フ,フィルムは、えー、第3位ということなんですけどうんと今回はねあのー、ちょっと思ってはないんですけどこの前出たね、えー、去年の11月でしたっけ出たあの XS10 ってこれね結構ねあの富、ー、士フ,フィルムの戦略 というか、もう今後の方向性を占うような機種じゃないかなと思って今日はお話ししたいなと思ってます。えっ、ー、とね XS10 結局ね、あのー、ずっとこれもね <laughs> いいなと思ってちょっと動画メインで、あのー、XS10 考えたんですけど結局ね、えー、と今撮ってる α6400 ソニーの。 にえっ、ー、と XS10 ってねやっぱりあの全然違うじゃないですかある意味今までの富士フィルムのカメラの中ではちょっとやっぱり異質なね皆さんご存じの通りえっ、ー、りご覧いただいている皆さん結構富士フィルムファンが多いと思うんですけど、えー、まずねあの,中あのカメラの中で、ねえー、まあ特徴が3つあるのかなと思ってますけどまずやっぱり小型軽量 小型軽量だけど持ちやすいあのグリップですよね小型軽量だけど持ちやすいグリップを大きくしてこれがまず第一点とあとやっぱりあれですよねあのフジフィルム前としないあの軍幹部操作系ですよねちょっと今、えー、XT4 ちょっと手元にね持ってきてますけどこの軍幹部これがねご存知の通り、えー、だい大体フジフィルムのね、えー、カメラの。 おー特徴っていや特徴でした。露、え、出、ー、調整があったり、ねえー、シャッタースピードがあったり、ISO 感度があったり、ね、このダイヤルですぐ切り替えられるっていうのが、富士フ,フィルムのいいところではあったんですけど、やっぱりね、こういう、こういう佇まいのカメラって、<laughs> あの、ひろさんとかですね、えー、どうもあの、 分析すると、あの、私の YouTube は、うんとね、だいたい40、50代がメインというか、ほとんど40、50代の方に見,ら見ていただいてるみたいなんで、あの、皆さんもお分かりの通りなんでしょうけど、こういうカメラってすごい、あの、我々にとってはね、あの、いいんですよね。かっこいいなぁと思うんです。こういう軍艦部。で、しかも、操作系も、それぞれ独立したダイヤルで、クリクリ回せば済むので、えー、ね、絞りもここで、 このダイヤルね、レンズ画のダイヤルで絞りも直接最初からで,できますから、えー、とってもいいんですけどえっ、ー、とね、まあ、これちょっとあの家内にこのカメラ触らせたことはないんですけど多分わかんないと思うんですよこれ普通のというか一般の何て言うかなえー、ちょっと一眼レフとかミラーレス一眼とかで、えー、子供の運動会撮りたいなとかあのちょっと旅行行った時撮りたいなっていうようなあの、まあ、いわゆる ビギナーではないんですけど、そんなにカメラにね、興味のない方、えー、シャッターを押せば撮れるじゃんぐらいのね、あのそういう楽しみ方をされている方にとっては、えー、露出補正とか、あとシャッタースピードが何ぞやとか、えー、s o 感度がどう,どうだらとかね、こんなのね、まあ、どうでもいいというか、なだから何っていう話だと思うんですね。だから、あのー、そういう意味では XS10 みたいな、あの、モードダイヤル、 あれはね、ほんとね、富士フィルム、あのー、ある意味じゃちょっと潔かったかなと思いますね。い,いわゆるこの XT シリーズのような、こういう,う操作系をもう、愛でやめちゃったと。ここにね、一つ大きな戦略を感じますよね。まあ、現にあの、富士フィルムの、オフィシャルの YouTube なんか見てても、あれは本当あの、X シリーズに入っていただく、文句を広げるための決断ですっていうようなことをね、あの、話してましたけど、 やっぱりああでないとねこれからあのフジフィルムのカメラ自体がやっぱりだんだん先走るんじゃないかなと思うんですね基本的にはあのこれあのなんて言うんでしょうくろうと受けするカメラですから XT なんか特になので XT30 とかあのね XT の一桁じゃなくてもえ2桁とかまあ XT100 はちょっとまた経量は違うんでしょうけど、えー、2桁シリーズみたいなあれもね結構あのー 簡単に撮れるけど、中身、ね、センサーとかあーエンジンは XT3 とか、あの辺と一緒だよっていうことで、えー、かなり高性能ということで、あのアプローチは良かったんだろうと思うんですけど、やっぱりね、あのー、初めて触る方からすると、ちょっとやっぱり若干あー、まあ、ハイアーマチュア的な要素が残ってたのかなと思います。まあそういうい意味でね X10 の,あのそ特に操作系 に関してはかなり敷居を、まあ、下げたとは言いませんけど門戸を広くしたなと思います。まあ、あえて XT シリーズのね、まあ、あれ S シリーズなんで T とは違いますけど、お今までの富士フ,フ,フ,フィルムのね、えー、こういう伝統をね、えー、あえて廃えしたっていうのは一つ英断なのかなと思います。それからですね、もう一つ、これあの今持ってる XT4 でもそうなんですけど、 ええとねこ、これですよね。バリアングル。バリアングルでないとやっぱり、ね、売れないみたいです。バリアングルでないと。ええー。世の中は。で、XS10 もバリアングルになってますよね。あのね、やっぱこれでないと、世の中、あ特に、まあ、前回もお話したように、海外なんかは、あの、バリアングルが、 ほととんど主流になってると、まあ、バリアングルが付いてないともう買わないっていうぐらいになってるというふうになってますんで、まあ、そういった意味からしても XS10 バリアングル、まあ、XT4 から、ね、あのバリアングルになりましたけどうん、まあ、この、ね、3つだから、えー、小型軽量、ね、小型軽量それとおあの操作性一、えー、新させたとそれとバリアングル、ね、XT4 に続くバリアングル、まあ、正確には XA7 とかね XT100 とか あ,あの辺からバリアングルでしたけどバリアングルになったとこの辺にね、あのー、やっぱ富士フィルム今のままだったら要は XT4 とか x p r o 3とか、ね、XT の30とかあの辺も含めてそうですけど、えー、やっぱどうしても、あのー、我々みたいなね ハイアマチュアというかあの昔から写真を撮って好きだっていうような人には受けるんでしょうけどやっぱり初めて買うにはどうなのかなというような向きにはやっぱり X スティみたいなね、えー、操作はしやすいけど中身はこの、ね、XT4 と同じような写真が撮れますよっていう高精度なカメラこのねええー、立ち位置ってのはとってもあのよく考えられたなと思いますまあそれとねあの最後にはやっぱ価格ですよね ボディだけで10万ちょっとぐらいですかね、11万とかぐらいですか、実売で。えーね、これのもう半分ぐらいで買えちゃうという,う、あの価格設定。あれもね、結構おかなり戦略的なんじゃないかなと思います。まあ、そんなわけでね、あのー、改めて BCI の売り上げランキング、デジカメの、えー、ちょっと見ようと思うんですけど、えーとね、やっぱりね、 これが2月の22から28日の週間のやつですねデータです、えー、本当とは足元の1週間の売り上げデータなんですけどやっぱりねえー、っと第1位はあニコンの D5600 ダブルズームキットなんですねこれいいんですかね <laughs> 分かんないですけどね <laughs> 一眼レフはあんまりシェアがシェアというか出荷台数落ちてるよって言われにはねこの機種は人気あるみたいですね でしかもニコンはまあ余談ですけど、ちょっと最近、あの、デジカメ部門からも、ちょっと撤退するんじゃないかっていうね、あの、死ぬぐらいのが出てるみたいで、まあ私ね、実はいろんなカメラ使ってきて、ニコンだけは一回も、一台も使ったことないので、あんまり思い入れがそういう意味じゃないんですけど、ね、まあそれでも1位、ニコンです。それとね、第2位ね、なんと、XA5 レンズキットブラウンが付上してますね、富士フィルム。 2位です。で、XA5 が。あとはね、やっぱ3位がね、6000、α6400 のダブルズームキット。4位がキャノンの KISS X10。これ一眼レフですね。ダブルズームキット。で5位が XA5 のレンズキットし、えー、のシルバーですね。まあ5位に入ってます。で、6位が KISS M。で、7位がまたニコン D3500。 で、8位が、えー、α6200、9位が、えー、キス X10 ですね。で、10位がキス M。でね、うんと、さっき、あの、富士フィルムの XS10 ね、これはちょっと戦略的な機種として販売してんじゃないかっていう話し,しましたけど、えっとね、18位にやっと出てくるんですね。XS10。で、まあ、あの、出たばっかりですから、 なんですけど、XE4 のブラックがね、16位で初めてランクインしてますね。で、XS10 は、まあちょっと、あの新発売の勢いはなくなって、18位、少し、えー、前回よりもワンランクダウンという感じになってます。あとはね、19位もね、富士フィルム、x e 7ですね。で、21位も XS10。えー まあこんな感じですね。ということでまああのー、売上ランキングでいうとやっぱり富士フィルムっていうとどうもうんおそらく、まあ、ちょっと、あのー、チェキとかね <laughs> あの映るんですのおそらく、えー、イメージを一般ユーザーさんは引きずってるところがあ高いのかな大きいのかなっていう気もしないでもないですけど、えー、やっぱり、ね、ソニーとかキャノンって書いてね、えー、あるカメラの方が。 なんとなくね、やっぱり、ね、あのー、かっこいいっちゃかっこいいかもわからないですから、えー、そういったところのバリューもちょっとマイナスになってるのかもわかりませんけど、えー、あんまり、あのー、成績は実は良くないんですけども、それでもね、あのー、XS10 以降、まあ、XA7 よりも XA5 の方が売れてるっていうのは多分これ、安くて、えー、使いやすいからっていうことなんでしょうけど、XA シリーズとか、 XS シリーズまあこの辺の頑張りとか今後の展開によって富士フィルムっていうのがどれだけね、えー、今ミラーレスでは第3位のメーカーにまでなってはいますけどももしかしてキャノンを抜いて、えー、ソニーに肉薄するとかまあそんな事態も起こるかもわかりませんね、まあ、そんなことで、えー、まあ道具としてのカメラを見た時に私は富士フィルムが大好きなんですけど、まあ 大好きなだけに、ちょっと今後のね、えー、富士フィルムの将来どうなのかなっていうのを勝手にちょっと想像をしてみました。富士 <laughs> フ,フィルムのね、えー、使ってみれば本当にいいんですけども、まずはあ敷居を下げるということで、XS10 にちょっと頑張ってほしいなと思う今日この頃です。はい。それでは今日はこの辺で。<noise>